本当にご予約されていますか？何度も確認いたしましたが、見当たりませんね。お客様の容姿から考えますと、お隣の小さな民宿の間違いではございませんか？俺が結婚記念日のためにと計画した高級旅館での旅行。しかし、到着早々失敗に終わりそうだった。俺より感情の起伏が激しい妻は、支配人の態度に大激怒しているだろうと思い、ふと横を見ると、妻は怒るどころか、にやりと笑みをこぼしていた。俺は田上優、40代の一般的なサラリーマンだ。あえて子供を作らない選択肢を取ったので、家族は妻だけだ。俺たちが共に歩き出してから、もう10年も経とうとしていた。毎年結婚記念日には、日帰りで旅行に行ったり、注目されているレストランに行ったりと、毎年きちんとお祝いをしてきた。しかし、10年目ならば、節目ということもあり、いつもと違うことがしたいと考えていた。そして今年は、俺が結婚祝いの計画を立てることにした。ホテルでの高級ディナーもいいし、落ち着いた懐石料理もいい。いろいろなアイデアを思いついたが、いまいちどれもしっくりこなかった。思い切って旅行に行くのはどうかと考えたが、妻の恵みはもともと旅行が好きで、俺よりも旅館やホテルに詳しかった。そんな彼女を喜ばせられる場所なんてあるのだろうか。そう考えながらインターネットで検索していると、一生に一度は行くべき高級旅館特集の文字が目に入った。客室も食事も写真を見ていると、やはりどれも立派だった。こういうのってうまく写真を撮ってるだけだろうと、半信半疑で評判を見てみると、口コミもなかなか良かった。有名なセレブや芸能人もお忍びで訪れるほどの旅館だった。そんな書き込みを見て、ここだったらきっと旅行好きの恵みも喜んでくれると思った。俺はすぐに予約の電話をして、めぐみにそのことを話した。え、あの宝屋に泊まれるの？彼女の満点の笑顔を見れただけで、今回の計画は成功したようなものだった。しかし、旅館だけではなく、食事にもサプライズを用意した。伊勢エビやウニなどの海鮮類、肉料理もランクが一番上のものを予約した。グルメでもあるめぐみはきっと結婚記念日史上最大に喜んでくれるだろう。旅行が決まるとめぐみは毎日忙しそうに働いていた。旅行の前日も仕事から帰宅した頃には23時を回っていた。それくらいめぐみは今回の旅行を楽しみにしてくれているようだった。そして、いよいよ旅行当日。俺たちは観光を楽しみながら、目的地の高級旅館宝屋を目指した。観光に来ている他のお客さんに、俺たち夫婦の写真を撮ってもらったりするのも久しぶりだった。食べ歩きをしたり、お土産屋を見て回ったりと、結婚記念日の旅行としてこの上ないスタートだった。あっという間に夕方になり、旅館に向かうことにした。バスで送迎してもらえるようだったが、せっかくだから散歩をして雰囲気を味わいながら向かった。そしてついに目的地の宝屋に到着した。誰が見ても高級と言わんばかりの立派な佇まいだった。
本当に俺たちなんかが泊まっていいのかと戸惑っていたが、めぐみがせかしてくるので勇気を出して中に入った。すると和服を着た中江さんが丁寧に迎えてくれた。俺は予約した自分の名前を伝えると、中江さんは少し首をかしげながら、少々お待ちください、と奥に入っていった。しばらくすると女性は戻ってきて、田上様でよろしかったでしょうか。本日ご予約がされていないようなのですが。中江さんは気まずそうに言った。そんなことあるはずがない。緊張しながら電話で予約をしたこともしっかりと覚えている。もう一度調べてほしいと中江さんに頼んだ。やはりご予約はございませんでした。再度調べてもらったが、予約はされていないようだった。俺が電話をしたという発信の履歴を見てもらえれば、信じてもらえるかもしれない。すると、50代くらいの男性が奥から現れた。どうやらこの旅館の支配人のようだった。今まで対応してくれていた中江さんが支配人に向かって経緯を説明した。はあ、やっと部屋に入れる。俺は絶対に予約しているはずだから何かの間違いに決まっている。空き部屋があれば入れてくれるだろう。そんなことを考えている俺のことを隅々まで舐め回すように見る支配人。本日2名で予約した田上と申します。電話した履歴も残っています。念のため支配人にも説明した。しかし支配人からは期待していた返答は来なかった。本当にご予約されていますか？何度も確認いたしましたが、見当たりませんね。お客様の容姿から考えますと、お隣の小さな民宿の間違いではございませんか？俺は耳を疑った。支配人は俺たちのことを、この旅館にふさわしくないと外見だけで判断し、調べることもせずに追い返そうとしているのだ。完璧に進行していたはずの結婚記念日の旅行。だがメインイベントでまさかの失敗だなんて。それにしてもこの支配人の発言は俺たち夫婦を見下した言い方だった。普段からあまり感情的にならない俺でもさすがに怒りがこみ上げてきた。しかし俺が気がかりだったのは妻の方だった。めぐみは感情の起伏が激しく、よく笑うし、よく怒るのだ。支配人の態度に大激怒しているだろうと思い、ふと横を見ると、妻は、そうでしたか。では民宿の方に行ってみます。妻は怒るどころか、にやりと笑みを浮かべていた。口調もとても穏やかだった。支配人はふんと面倒くさい仕事を処理したかのように奥に戻っていった。きっと支配人はめぐみが納得したと思っているだろうが、そうではないことは俺が知っている。めぐみのこの笑顔は本当はとても恐ろしいということ。夫婦喧嘩で俺は何度この笑顔を見てきたことだろう。そして俺たちは荷物を持ち外に出た。その後もめぐみの顔はにこやかなまま、この旅館もおしまいだわ。俺は背筋がゾクッとした。申し訳なさもあった俺は彼女の荷物も持ち、
隣の民宿の朝日というところに向かった。だが、ここに来る途中に、そんな民宿はなかったと思う。スマホで調べてみたが、その民宿は歩いて15分以上もあった。すっかり周りは真っ暗になっていて、歩いて行くのは危険だと思った俺は、民宿に電話し、宿泊可能かどうかを確認した。すると、すぐに迎えに来てくれるとのことで、10分も経たないうちに、優しそうな年配の男性が車で迎えに来てくれた。いやー、大変でしたね。穏やかなおじいさんの笑顔に、俺は泣きそうになった。到着した民宿はいかにも古く、宝屋とは全く違う様子だった。それでも中に入ると、清潔で温かさがあり、木の香りに溢れていた。おじいさんの奥さんもとても優しく、たくさん歩いて疲れたし、お腹も空いているでしょ?と、温かいお風呂やとても美味しいご飯を出してくれた。小さな宿ではあるが、アットホームでとても過ごしやすかった。このご夫婦のおかげで、さっきまでの嫌な気持ちも晴れ、心も体も休むことができた。それでも、こんなにいい宿なのに、俺たちしか客がいない。近くに観光地もあるし、登山客が訪れてもおかしくないはず。なんて考えているうちに眠りについてしまった。翌朝には奥さんが美味しい朝食を作ってくれた。特に高級な食材が入っているわけではないが、気持ちもお腹もいっぱいに満たされる。自分の中では宿というよりかは実家に帰った感覚に近かった。宿泊先でこんなにも落ち着いて眠れたのも、家の感じに似ているからなんだと思った。とても素敵なお宿なのに、お客さんが少なくてもったいないですね。めぐみはご夫婦につぶやいた。すると、民宿のご夫婦から、ある話を聞いたのだ。その後、俺たちはご夫婦に駅まで送ってもらった。結婚記念日をいい思い出にしてくれたご夫婦に感謝し、二人と別れた。結果的には、いい旅行になってよかったと、余韻に浸っている俺の横では、めぐみの目が鋭くなっていた。また何かまずいことをしてしまったかと、おどおどしていると、めぐみは指さした。その指の先には、あれ?昨日の。もしかして、本当にあんなところに泊まったんですか?宝屋の支配人だった。たまたま駅まで来ていたらしく、旅館のロゴが入った車の隣で、ニヤニヤと笑いながらこちらを見ている。二度と顔も見たくなかったので、さっさと帰ろうとしたが、めぐみは支配人に近づいていった。昨日はとても素敵なお宿をご紹介いただき、ありがとうございました。仕事の役にも立ちそうで感謝しています。戻ってきためぐみは、やはり笑顔で、支配人も、めぐみが笑顔であることに疑問を感じている。俺たちは、ホームに向かって歩き出した。めぐみ、さっきの仕事ってもしかして。めぐみは、白い歯を見せて、にやりと笑った。実はめぐみは、ブログを書きながら、旅行の記事を執筆するライターとして、収入を得ている。雑誌にも掲載されていて、ウェブコラムも担当している。最近では SNS でも
大きな影響力を持っている、いわゆるインフルエンサーだった。めぐみは今回の民宿を記事にすると言って、自宅に帰ると部屋にこもって仕事に集中していた。出来上がった記事を読ませてもらうと、第二の家族に会える場所、民宿朝日というタイトルで、民宿の様子がたくさん書かれていた。文字だけでなく、食事や内観等の写真も載せてあり、さすがプロのブログだと感心した。めぐみは民宿に電話すると、ブログを公開する許可や写真を使う許可を取り、心よく承諾してくれた。するとめぐみはすぐに記事を公開し、あっという間に多くの人から反響があった。連休前だったこともあり、多くの予約が入るはずなので身構えといてくださいね、とめぐみは民宿に連絡を入れていた。予想は見事に的中し、連休後には民宿からお礼の電話がかかってきた。おっしゃった通り、本当にたくさんの人に来ていただきました。二人じゃ人手が足りなかったので、友人にも手伝いに来てもらいましたよ、と嬉しそうに語っていた。それを聞いた俺たちも喜んでいると、なんと今度は宝屋から執筆の依頼がめぐみに来たのだ。オーナーからの直々の連絡で、めぐみのブログの効果は業界の人にも広まりつつあったのだ。そして宝屋は俺たち夫婦を招待してくれた。またあの支配人に会うことを考えると少し抵抗があったが、なぜかめぐみは嬉しそうだった。まあもともと楽しみにしていた旅館だから楽しみにしているのか。俺たちは改めて宝屋へと向かい、オーナーに招待されたことを伝えた。すると奥から急いで現れたのはこの前の支配人だった。お客様いらっしゃいませ、とよそ行きの声の支配人は頭を上げると、見覚えのある夫婦が目の前に立っていることに驚いて固まってしまった。どうやら俺たちのことを覚えていたらしく、支配人は好感度を上げるべく料理を豪華にするとか大浴場を貸し切りにするとか、とにかく必死だった。俺は怒るどころか呆れて笑いそうになった。めぐみはニコニコしながらも先日の怒りは収まっておらず、そんなサービスいらないので早く出て行ってもらえますか、と軽くあしらった。そして俺たちは最低限のサービスを受け宿泊した。翌日にオーナーと会う約束をしていたので、めぐみと応接間に向かった。記事の件はいかがでしょうか。すでに書き終わりましたよ。めぐみはそう言うと、一枚の紙をオーナーに手渡した。ありがとうございます。やはりお仕事が早いですね。オーナーは笑顔で記事に目を通し始めた。すると、だんだんと彼の顔が険しくなっていく。記事を読み終えると、オーナーはすぐに電話を手に取り、どこかに内線をつないだ。今すぐ来い。さっきまで笑顔だったオーナーからは考えられないほど怒っている。5分も待たないうちに部屋に入ってきたのはやはり例の支配人だった。君、この紙に書いてあることは事実か。そう言って記事を支配人に渡すと、
支配人の顔は真っ青になっていった。めぐみの書いた記事は、支配人が客を見た目で判断し、宿泊を拒否していることや、近隣の民宿に脅迫行為をして、廃業にまで追い込んでいることが書かれている。前者は俺たちが受けた被害で、後者は朝日のご夫婦から聞いた内容なので間違いはない。かつてここの辺りには多くの民宿があったのだが、食材を卸す業者が突然民宿だけの契約を打ち切ったり、根回しをして営業ができなくさせたりしていた。民宿朝日だけが無事だったのは、ご夫婦で農園を持っていたから、自給自足でどうにかしのいだそうだ。そんな怪しい噂が SNS で流れていたため、それが客足に影響しているんだと、めぐみが調査したところ、その噂を流している人物こそ、宝屋の支配人だったのだ。本人に問い詰めると、金をもらう代わりに悪い噂を流し続けていたというのだ。オーナーは立ち上がると支配人に詰め寄った。お前はこの旅館にいらない。クビだ。二度とこの業界に関われると思うなよ。オーナーの勢いに支配人は尻餅をついた。支配人は自撮り足状態でフラフラになりながら部屋を出て行った。オーナーは深呼吸をすると。私はこの町で生まれ育ちました。オーナーは静かに話し出した。彼は民宿を経営していたたくさんの人にとても世話になったのだという。最近になって続々と廃業していったのは経営者の年齢のせいだと思っていた。しかしその原因が自分の宿で働くものだったのであれば責任を取らなければいけないといい。記事はそのまま掲載してくださって結構です。そんなことをすればこの宿がどうなるかは予想がつくはずだが、彼はそれも承知の上だった。他の方法で償っていくべきではないですか？そう言ってめぐみは生地を丸めるとゴミ箱に捨てたのだ。めぐみの提案は、オーナーが資金を出して閉めてしまった民宿が再び営業できるようにすること。先日、朝日の夫婦にも言っていたが、廃業した民宿の人たちも、可能であれば宿を続けたいとみんなが思っているのだ。それを知っていたからこそのめぐみの提案に、オーナーも受け入れ、町中の閉まっている民宿に連絡をした。そして、自分の宿の従業員のせいで、こんなことになってしまったと謝り続けた。それでも民宿の経営者たちはみんな気にすることなくオーナーのことを許していた。少しずつではあるが民宿が営業を再開し始め、町にも活気が戻ってきた。めぐみの記事の後押しもあって客足もどんどん増えていった。他の旅行ライターも注目するようになり、今ではテレビの取材などもよく見かけるようになった。ある日、俺たちがテレビを見ていると、朝日のご夫婦と宝屋のオーナーが映っていた。私たちはこの街を今以上に盛り上げるため、みんなで協力しながら様々な取り組みを行っています。三人の笑顔を見ると、俺は安心した。そして、隣にいるめぐみも
満足げな表情だった。ここまでこの町が復帰できたのも、恵みの強さや旅行を愛する強い気持ちがあったからだ。俺は結婚10年目にして、改めて惚れ直した。20年目の旅行も、またここにしようか、と尋ねると、もちろんそのつもりよ、と、めぐみは笑っていた。これからも、彼女との大切な記念日には、二人であの町に行って、心身ともに癒されよう。そして、そんな頼もしい彼女のことを、俺はこの先もどんどん好きになっていくだろう。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。